さ、うん、私結構モテるんだよねっていう。なんだろう、私ちゃんとした人と付き合ったことないかも。やっぱ恋愛ってめちゃめちゃ体力いるじゃないですか。いる。人生の中で一番モテた時はやっぱキャンキャンモデルの時ですよ。皆さんこんにちは、スナック京子へようこそ。今日は2020年最後のラスト、お客様、あら嬉しい、とても豪華な方に、素敵な方に来ていただきました。大久保佳代子さんです。お邪魔します。わあ、スナック京子、本当に大久保さんのスケジュール取るのが大変で。そんなことないですよ。今日なんてよりによってクリスマスにありがとうございますですよ言っちゃえばね。いやこちらこそ申し訳ないって感じです。本当に助かりますよ、そんな時間持て余してたんで。美容行ってきちゃって。あ、だからなんかツヤツヤなんですね、髪の毛が。トリートメントした手で。何飲まれますか。いいんですか、飲んじゃって。もちろんです。じゃあ私ビールいっちゃいますかね。いや、こんなママいたらこれたまんないでしょう。そんなことないです。ママ、あ、間違えた、ママちょっと出るとこ間違えちゃった。ここに入ってないからさっきも間違えたんですよこれ。そう、もうこれこうしてほしいんですよ。泡いっぱいとか泡がないってね、やっぱり全然美味しそうに見えないから。そう、さすが。じゃあ私も今日はよろしくお願いします。こちらこそお邪魔します。あ、低めのグラス。いただきます。今日はせっかくなんで、うん、ありがとうございます。いただいたんで、大久保さんの恋愛観とか恋愛の話を伺いたいと思ってるんですけど、いきなりちょっとぶしつけな失礼な質問かもしれないですけど、うん、でしょう、年齢の方伺ってもいいでしょうか。いやだ、ウィキペディアで調べてくださいよ。我ながらちょっとびっくりするんですけど、来年、まさに来年で50になるんですよ。おー、おーでしょ。じゃ今49ってことですね。49、2020年49、来年50、怖っと思って。どういう感じですか、50になるって。でも50にしては頑張ったよねって、うん、なんかまあ一応こうやって汚いとこ隠しながらなんとかキープしようとし、でちゃんと喋ろうとし、うん、そうですよね、ちょっとまっすぐ歩こうとし、はい、で一応若者の文化を取り入れるような努力もし、はい、追いついてないですよ。だから頑張って50まで生きてるよね、生活してるよねっていう今感じで。そういう感じなんですね。なんかその、うん、私は40になった時にやっぱり、うん、とか今とかやっぱり思うことはあるんです。ママいくつなんですか。私は42です。ああ、わあ、もう42か、42。そう、だから同じ、うん、もう同世代です、大久保さんと。いい入れてもらってそこに。もちろんですよ。もう遠慮なく。ちょうど1年ぐらい前にラジオ、うん、そうです、来てくれてね、はい、出演させていただいて。だいぶなんか大丈夫かな、この女優さんすげえあけすけに喋るなと思ったのは覚えてるんですよ。本当ですか、どう喋ってました、うん。なんかリスナーさんからのお悩み相談でね、はいはい、恋愛だったり人生だったりで面白かった。あの時も確か大久保さん、うん、私結構モテるんだよねっていういや私もいや確かに、だって大久保さんやっぱ色気があるし、うん、声がねちょっとこうハスキーってこう。確かに。いやだからその時に京子ママと私は似てるんじゃないかっていう強引ななんかね、ところに強引じゃない着地したような気がしますよね。はい、でも具体的にどういう恋愛をしてきたとか、いやなんかそこは聞いたことないなと思う。本当にでどういうモテ方するかとか。基本はなんだろう、私ちゃんとした人と付き合ったことないかも。どういうことですか。ちゃんとした人の定義が分かんないけど、うん、一定の低収入を持って毎日ちゃんと定時に出て定時にお仕事して帰ってきて、人に暴力を振るわなくて、人にお金をせびらなくてっていう人と付き合ったことがないかもしれないです。今の話の内容を救うには、うん、割とちょっと暴力振るったりとか。ある、全然ある。もう20代で。でも意外、ちょっとこう DV、うん、いわゆる DV じゃないですか、 DV される女性ってやっぱ特徴があると思うんですよ。 DV 顔してない？してない。私の中のイメージは喋ってるとなんかざわざわすることを言う人っているじゃないですか。分かる。なんか具体的に、そう、具体的にそこ行けないよって注意できないんだけど、うん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 、なんかざわっとしたみたいな。引っかかる。あ、うんうん、ちょっとされやすいのかな。じゃあね、もともと私人をたまになんかこれ S なのか M なのか分かんないんだけど、ざわっとさせたくなるんですよ。あ、恋で？恋にさせたくなるの？もちろんこういう社会
的にあのお仕事で会った人にはもちろんしないけど、はい、恋愛ってなると喧嘩しててもこう20代今絶対やらなきゃ20代でも、はい、なんか喧嘩してて、まあ、そいつもトリッキーボーイだったんだけど、うん、なんかでこうカチンと来られたらあこれを言ったらこいつ絶対切れるだろうなっていうワードが浮かんだりとか、はい、こういうニュアンスが思った時に言っちゃうんですよ。言っちゃうんだ。そう、そうすると案の定切れたからわ切った切った切れた切れたって言ってデニーズだったかななんか夢案だったか分かんないけど駐車場も追っかけ回されて、うん、逃げたんですか逃げた逃げたけど捕まって間取りされてでボコボコ笑い事じゃないですね20代の頃でボコボコにされて、ね、でも私はもう案の定来た来た来たと思って追っかけられてんだけど、うん、最終的にはボコボコになって、うん、でまあいわゆる DV の人の、まあ、流れってあるじゃないですか、うん、でごめんねごめんねって言ってその日はすごい看病されて、うん、でも勉強したことは青タンって、うん、青タン作ったことあります？青タンないですねよかったあるって言われてもちょっとありますねって言ってもねちょっと困っちゃうからよかったんだけど青タンってだんだんこの青くなってたのがだんだん青みが引いてって周りがなんかあの惑星のなんか輪っかみたいにここ黄色だけ残るみたいなね、はいはい、そんな人間の神秘っていうか、うん、単純に治癒の流れだと思います。そう、人間ってこうやって人は治ってくんだっていうのを分かったりとかして、はい、ああ面白いって言って意外とじゃあすぐ別れるかって言ったら別れなかったりしてっていう。だから私も欠陥があるんですよ。で欠陥がある結果欠陥のある人を選ぶのか台無し。男性があるし怖くないってこと か私結構噛みつかれたらビクッとして。確かにそうかも。私は怖いから言わないです多分。あの圧倒的に力も強いしあと男の人に怒鳴られるのが怖い。あ、うん、確かに私は怖いですね。確かに誰であれ女の人であれ男の人であれその感情むき出しってめちゃめちゃ怖いですもんね。怖い。でもそうさせてるんですもんね。させてた。でもその時だから付き合ってる関係はもう私は何でも見せるし何でも見せてくれよで何でも許してくれよ私のことっていうなんか人との距離感というか境界線がガンガン分からなかった時期かもしれない。100か0なんですよ。だからあの心を許す人要は付き合った人にはもう100分かってほしいし100来てもいいし、はい、私そこまでならない人はこうやってなんか長く喋ってるようで実はそこまで心開いてなかったりとかはしてるのかもしれない。今でもそうですか？うん、今でもあのどうなんだろう。まあ朝子さん私、はい、伊藤朝子ちゃんね、はい、仲いいけどじゃあ朝子さんに全ての弱みを出してるかとかすごい甘えてるかって言ったら甘えられなかったりとかしてるから付き合った人にしかしないかもしれないですね。でもそれはそうですね。やっぱり甘えられるのは異性かもしれないですね。恋愛観って20代がその距離を取れなかった0か100の、うん、そう20代もめちゃめちゃだったと思う。なんか30代40代で変わります。恋愛観って分からないけど今を分析すると、うん、なんかやっぱ恋愛ってめちゃめちゃ体力いるじゃないですか。いるわかるめちゃめちゃ体力いるでしょ、はい、人を好きになってその人のことを伺いながら行動するって、はい、なんで20代の時ってあんなできたんでしょうね。頭おかしかったんでしょうね。体力がやっぱなくなってるんですかね。なくなってない。私もう顕著になくなってて、まあ、だからもうコロナもあったし、まあ、何年か前にワンちゃん飼ったのもあるけど、はい、昔は20代だったら好きな人がここで飲んでるぞっていうのをキャッチしたらさ、うん、じゃ あ, まあその駅近辺まで行ってみようとかさ、まあ、ちょっと、はい、それはおかしな行動になってるけどだからいつ、まあ、それでもバイタリティはそうそう、ね、いつ呼び出されてもいいようにとかさ、わかりますちょっと準備しとくみたいな。そう準備してとか。そんなんもあれだし、もしかして40半ばぐらいで今から飲まないっていうのがあったとしても、うん、明日の仕事とねこう天秤にかけて、はいはい、あれ明日仕事10時であれぼーっとしてていい番組じゃないよな確かあれだよなと思ったら、うん、あごめんなさいって断ったりとか。どんなに好きでもですか？どんなに好きでも行ったのは47、まあ7だ2年前まで行ってたわ。行ってましたねあ2年前まで行ってた。でもだけど行ってたんだけどそれも1時にじゃあ連絡来たとすると、うん、最近もう11時に布団に入ってるから12時前に、ね、1時2時はちょっと出れないですね。そう気づかない。単純にだからもう自分のこの恋愛に対してのエネルギーと動ける範囲とは落ちてるわけじゃない、うん、落ちてる絶対的に。
これもこれもこれもあるからこれぐらいの体力しか残ってないなっていう計算は確かに、うん、するし、あと一人で全然じゃあ恋愛の楽しさがこうあって恋愛で落ち込むことがこうあった時に、うん、今ここまでの楽しさはないけど、まあ、ちょっとこのぐらいをずっと平均的にいってるから、はい、平均取ったらもしかしたらこれよりもちょっと上を今いってんじゃないかっていう、うん、変なまた分析しちゃうのよこう頭小がしこいからちょっと賢いから私でここだからもういいんじゃないのと思いながらたまにまたそれとはもう別なこの恋愛のキューンってやつを、はいはいはい、花火打ち上げたいじゃないけど、はい、あもう一回ぐらい ね、なんかそういうのあしたいもうないのかな人生でとか思ってなんかすごい欲する時もあったり、うん、今ズバリ恋をまたしたいですか？したい。あでもこれもねコンディションによる健康な時はそう思うし、うん、あの睡眠たっぷりとってなんかいいご飯食べて寝た朝とかはなんかもう一回ちゃんと恋愛して人と暮らして掃除してみようかななんて掃除しちゃったりして、うん、でも疲れてるともう犬こうやって抱きしめながらまあお前がいればいいよってこうやってやっぱワンちゃん飼ったのって大きいですか？大きい。あ多分大きいは大きいと思う。なんでしょうねもあの女の人が特にあるのかもしれないけど求められる幸せってめっちゃあるじゃないですか、はいはい、でこういうお仕事女優さんとこういうバラエティの、ね、人間を一緒にしていいか分かんないけど分かりやすくちょっと求められてる感は、はいそうですねねはい、他の仕事より多分あったりしてで、ね、で仕事ある時はなんか分かんないけど求められてるし何か与えられてんじゃないかみたいな時期があって、うんうん、でなんとなく42、3ぐらいであれ仕事がちょっとこの時より減ってきたなあれこれなんかもしかしてこのまま求められるというかなんか寂しい方向に行くんじゃないかって分かりやすく子供もいないし家庭もないからなんか自分のことだけしか考えないでしょそうすると、はい、自分のことだけ考えるからこうやってやきもきする時間がじゃあ出てくるんだと思ってでもともとワンちゃん大好きだから、はい、でたまたまロケに行って、うん、パコミちゃんに出会ってパコミちゃんパコミちゃんかわいいんですよ飼ってない？うちはもうあの実家というか子どもの頃は飼ってましたけど、うん、もうちょっと今は飼う余裕がないですね。やっぱ無責任に飼えないし。そうあでもそう正解です。そうそうそう。でもパコミちゃん来てから、うん、自分の中でこうなんて言うんだろう恋愛の沸点は変わりました。うん、恋愛だからしやすくなしづらくなった。オキシトシンだから幸せホルモンっていうのはやっぱ恋愛してる時出たりとか、はい、なんか子供育てていると出たりとかするのが。はいワンちゃんとこうやって目と目をね見つめ合ってるだけで出るらしいのよ、うん、でNHK スペシャルだからなんか曰く人間も出るしパコミちゃんからも出るんだってあでももうやたらめったらもうこうやってなんか嫌がるのキュッてこうやって歯がいじめして持ってきてねオキシトシンだよってこうやってねあの見つめる時間を今作ってね幸せ引いちゃってんの引いてないです引いてないです引いてないでしょわかります恋愛する時のあのなんか活性された感じというかう、うん、寝不足でもなんかお肌ツルツルみたいな元気確かにめちゃめちゃ元気でね寝な全然平気みたいな人に優しくなっちゃってね優しくなりますねめちゃくちゃいい人になりますよねめちゃくちゃいい人なので余裕持っちゃってねいいですよ押してても大丈夫ですよみたいな本当は押してるとすっごいイライラするのに、うんうんうん、あ大丈夫もうゆっくりやってゆっくりやってみたいなねなんかなりますねそう本当にわかりやすい恋愛効果がねだからまあパコミちゃん来てから確かにあのお家私も一人でお仕事してるから、はい、お留守番長くさせてると一刻も早く帰んなきゃと思うから昔はじゃあちょっと終わったら行きつけの飲み屋さんとかあってねちょっと一杯やって帰ろうか、はい、でそこでなんか常連さんと喋ったりとかすることもあったけど、まあ、一切そんなもないし、まあ、出会いの場が単純に減りますねそう単純に減ったネットワークがギュッとなったそうかそう、ちょっとそれは恋愛をする意味ではちょっと危険だったりするかもしれない、ね、だからママに私はじゃあ逆にちょっとまあ言ってもまあ7歳ぐらい違うからあれだけど、うん、でも動かないと恋愛ってなんか待っててもないとは思っててもちろんこの年だからこそ、はいはいはい、でもこの40アラフォーアラフィフアラフォーは私まだいける気がするけどアラフィフの女性がガツガツ下心をこう、うん、ここまで溜めてあの動く姿が、はい、見苦しいのは痛々しいとかね、うん、そうですね見苦しいのは分かります、はい、
嫌だなと思ったり、でも余裕ぶっこいてこんなね飲み屋例えば来ても一人で飲んでても多分一人で飲んで帰ってくだけだろうし、これどうしたもんかいって思いながら今時間を過ごしてる感じ。一番モテてたのって何歳ぐらいですか。私モテてないんだよな。あのなんかこのビジュアルの割にはまあ検討してるって自分では思いつつ、でも気軽に、私自身のこの気軽さがあったのが35ぐらいまで、はい、要は30代過ぎてから35ぐらいまで、はい、で一番ちょっとテレビで出して何ならみんながあれ大久保さんじゃない、でもそこまでまだテレビも出てなくて、はい、まず注目浴びる、私フットワークまだある、はい、で性欲ももりもりあった、35の手前ぐらいが一番楽しかったですか。楽しかった、そういう意味で、うん、楽しかった。でやっぱり知名度が広がると今度はちょっとこうオフィシャルの大久保佳代子さんになっちゃって、そうなの、なかなか恋愛に発展しなくなっちゃう。オフィシャルにもなって、まあ、向こうも多分やべ大久保佳代子なんか手出したらトーク番組で喋られるかもしれないとかさ、だから下手に手出せないっていうのももちろんあるだろうし、まあうん、私もじゃあ私で近づいてきたとしたら、あ私は大久保佳代子っていう名前があるからあなた近づいてきてんじゃないって、それ後でなんか笑い話にしようとしてないとか、うん、お金でしょとかさ、うん、よかれぬ思っちゃいます、思っちゃう。でわかんない思ってこうやって勝手にこういろんなバリア張って、あもうないないっていうのが年々このバリアがどんどんこうたくさん厚くねなっちゃってるのは確か。でもそのバリアをズドーンって突き抜ける強さの人ってそんないないじゃないですか。いない、まあ、それこそちょっと変わった人とかそっちになってくるじゃないですか。やっぱあの異常な力を持ってるね。大丈夫みたいな。見えない人だよね多分こう周りが。そうですね、周りが見えてないですよね。女優さんだって絶対そう、女優さんに、まあ、同じ業界の俳優さんだったり、はい、多少この被ってる人だったらまだいるかもしれないけど、ね、一般で働いてるサラリーマンが、うん、京子ママにこう来たらやっぱその人はちょっと世の中では頭おかしい人なのかもしれないなって、うん、まあ私は 何でも物事をよく考えようと思う節があるのですごい、あのすごくまっすぐな人なんだなって思うと思うけど、そう、ね、頭おかしいは言い方悪かったね。そうね、いやでもちょっとやっぱりあのすごくわーって自分も20代の時にやっぱり言い寄ってきてくれる方っていうのは、うんうん、ちょっと変わった人がやっぱ多かったですね、うん、そうなんだ。あまた変わった人が来たなみたいな、ちょっと冷静に見ちゃったりもするの。いえ、その時は言ってもらえることが嬉しいから、うん、お付き合いしたりとか、そんなに言われることないじゃないですか、うん、やっぱり。あ、まあ、でも逆にそうかもしれない、はい、絶対あのいいな長谷川京子が女だったらなって思う人はいっぱいいるとは思うけど、じゃあ実際言い寄る人っていうのはいない、いないと思う。それで言うと、うん、やっぱりちょうどいい人って多分あると思ってて、自分が、あ、うん、男性が、あーなるほどなるほど、口説きやすいちょうどいい人っていうのが多分いると思ってて、やっぱり有名になっちゃうとちょうどよくないです。もちょうどよくない。私が自分の中の流れできた人生の中で一番モデルの時はやっぱりキャンキャンモデルの時ですよ。キャンキャンモデルがちょうどいいんだ。なんかちょっと芸、彼、それの人たちもなんかその道を多少極めてるような人たちがやっぱりちょっと、まあね、あのトロフィーワイフじゃないけど、ちょっと綺麗なお姉ちゃんってなった時にやっぱ女優は難しい。いや女優さんって面倒くさいじゃん。女優さんって面倒くさいと思う。やっぱり主役張ったり一流で、まあ、もうそうだけど、そういう女優さんってやっぱ芯強いし、強い、やっぱ自分プロデュースしてきて、はい、自分の見え方とか損をなるべくしないようにしないようにきて、すっごいお仕事してると思うのよ、はい、それを手に負えるような男の人って本当にだからもう言い方をすごい分かるバカか、うんね、そうそうそう何も感じないバカか、はい、まあ、それと筆頭に、生きてきた人、はい、どっちかだから、うん、絶対難しいと思う。難しいです、うん、だからモデルの頃がやっぱりそういう意味では、うん、確かに、はい、うん、あのちょうどいいっていうと失礼だけど、うん、いやでも分かりますよ。分かります。だから男の人もだって私生活まで、まあ、仕事でもし頑張ってる人だったらやっぱ私生活は癒されたいし、はい、なんなら自分が王様でいたいし、はい、でも綺麗な人がいい、綺麗な人がいいでちょっと女の子いじってでくだらない冗談言ってって笑ってる女がいいわけじゃないですか。そうですね。いやそうだと思いますよ。もう大体が、それは、はい、そしたら、まあ、いますもんね。そういう女子は一定数いて、はい、その女子たちも賢いのはそこを狙いに行ってるからね。分かってる、ね、はい、だからお互いがこう合ってるんですよ。合ってるんですよ。これがだからどうします私たち。いやいやまあまあいいでしょう。
ここまでのちょっと若い頃のなんか面白い話をたくさん聞けたんで、ちょっとこれから私たちというか大久保さんがどうやってどういう恋愛をされるか、ちょっとじっくり隣に座って聞いてもいいですか。お願いしますよ、ちょっと聞いてくださいよ。いいですか、私で。お願いします。じゃあ行きます。見た目何割かで発情するんじゃないの。そんなに強かったんですか。奴隷精神、だから前世がすごい奴隷だったのかなとか。独身だったとして何歳まで今、はい、私ですか、視野に入れてます。うん、なんか最近巷では結構プチ熟女がモテるらしいです。